ははいいこんにちは占い評論家の岡田です今日は唇が厚いタイプの説明になりますね。口下手だが誠実、博愛主義型というタイトルです。愛情が深く誰にでも優しい博愛主義者です。口下手ですが誠実で嘘がつけない性格です。味覚が発達しているので料理上手な人も多いでしょう。女性は安産の層でもありますえ。長所、誰にでも優しくできる。 料理上手である、短所、口下手である、容量が悪いえ、正しい付き合い方、実直で嘘がつけない性格なので、えー、聞かれると正直に答えてしまいます、えー。秘密の話はしない方がいいということですね。まあやっぱり人がいいですからね、喋ってしまう面があります。まあ、その味覚が発達していますので、料理を始めると非常にいい上達が早い、えー、そういうことも言えるかと思います。 えー、まあね、それぞれ長所と短所裏裏合わせになってますので、このまああの何、ー、て言いますかね、えー、長所は伸ばして短所はまあ、ちょっとね浄化するという心がけが必要だと思います。はい、ではまたアップいたします。